私はとある王国の王子、皆は私のことをこう呼ぶ、カン王子と。ん？何何？名前以外のことも知りたいって？慌てんぼさんだな。私はとっても優秀な王子だ。勉学は得意だよ。あの皆さんご存知、あのホリエモンと同じ高校を出たんだからね。それに声がいいだろう。あとは狩猟も得意だ。あとはカン王子、カン王子。ジーヤじゃないか。一体どうしたんだい。大変なことになりましたぞ。というのも今度、王子による王子のためのスポーツ大会が相開かれることになりまして、国王様があろうことかカン王子をテニスの部にエントリーさせてしまったのでございます。なんだって。完璧な王子であるこの私が唯一苦手なことはテニスだってのに、初戦で負けようもんなら一族の、いや王国の恥さらしだ。そうだ、こうなったらどんな手を使ってでもいい。ジーヤ、今すぐエントリーを取り消すのだ。それが常にエントリーは締め切っておりまして、できない相談なのでございます。なんてこった。なぜこんなことになってしまったんだ、なぜ、なぜ。そもそも王子のためのスポーツ大会って何？誰が主催してるのかもわからない。テニス TENNIS テニス。僕にはできっこないんだ。今から練習したって大会まで時間が少ない。一体どうすればいいんだ。どうやらお困りのようですね。お前誰だ。大体ここは俺のプライベートジェットの中だぞ。君は一体誰なんだ。そしてなぜここにいる。私はテニスコーチの、いや超敏腕テニスコーチの鯖江海舟と申します。褒めて伸ばすレッスンであなたをテニス界の王子様にしてみせましょう。テニス界の王子様。